アメリカ主要都市でアジア系住民に対する差別や偏見によるヘイトクライムが1年前から 160% 増加していることが分かりました。4日火曜日、カリフォルニア州サンフランシスコのチャイナタウンで80代と60代のアジア系女性2人が見ず知らずの男に刃物で刺されました。女性は2人とも重傷を負いましたが、命に別状はないということです。男は警察に逮捕されました。この男性はベビーカーで子供を連れている時に殴られたといいます。He was in a stroller that was slowly actually rolling away, so it was definitely very scary as a parent. 最新の調査によりますと、アジア系アメリカ人へのヘイトクライムは1年前と比べ主要都市で 160% 以上増加、ニューヨーク市では 223% 増加しています。2日日曜日、ニューヨーク市タイムズスクエアの近くでアジア系女性が見ず知らずの女にハンマーで頭を殴られ、7針縫う怪我を負いました。警察は襲った女を捜索しています。ニューヨーク市のチャイナタウンでは、パトロール、また要望があれば目的地まで同行するボランティア活動が行われています。Tell us where they want us to meet us, and then their destination.And then we can walk with them.